私、あなたが好きだよ。初めて会った時から。ずっと。好きだって言ってるでしょ。あんたが好き。もう、何回も言わせないでよ。わらわは主様を愛しておるぞ。なんじゃ、照れておるのか。あなたが隣にいてくれるなら他には何もいりません。心から愛しています、私の可愛い弟くん。中丸くん、そうしろ。主様、弟くん。僕は選べません。僕の名前は中丸宗四郎、陶芸家月立高明の一番弟子だ。この町に住んで早数年、思えばいろんな出会いがあった。民族学のフィールドワークで都会から来た大学生の小読みさん、月立先生の娘玉木ちゃん、茶道の名門の御霊場で幼なじみの篠姉様、山の神様である狐っ子葛の葉さん、なんと僕は今その全員から結婚されていたりする。そうしろ、おはよう。おはよう、玉木ちゃん。今日は私の番なんだからね。期待してるよ、旦那様。そこで彼女たちが出した提案は、順番に新婚しましょう。一生を共にするのじゃ、主様には相性を試してもらわればいかんしの。新婚生活を体験して最終的に誰を選ぶか決めるのね。では日替わりということで、じゃんけんぽん。勝った。最初は私。よろしくね、旦那様。玉木ちゃんは家庭的で明るくて料理も上手だ。それに、どうじゃ、今回は疲労に効く薬草を煎じてブレンドしてみたのじゃが。うん、おいしいよ。さすが山の神様だね。弱い200年ともあろうわらわであるのに、主様に参っておるのじゃ。ぎゅん。主様を喜ばせてやりたい、たっぷり愛してやりたいのじゃ。ぎゅん。今夜の寝やことは楽しみにするのじゃぞ。ぎゅん。では、わらわも楽しませてもらうぞ。弟くんは随分とお疲れのようですね。姉様。良いのですよ。生涯の伴侶を選ぶのですもの。慎重になさっても。もちろん、私を選んでくれるのが一番嬉しいですけど。私は、私の可愛い弟くんが幸せになるのが幸せですから。姉様。私はね、ずっ
と思っていたのです。真相に生まれ、誰もが私から一歩距離を置いていた。だけどあなたは違った。構わないと私の手を取り、とても近くにいてくれた。私にはそれはとても幸せなことでした。だから今度は私があなたの幸せを願うわ。紫乃姉様、僕は。焦らなくてもいいんです。あなたの幸せを見つけて。だらしないぞ、中丸くん。小読さんが早いんですよ。初めて会った時のこと覚えてる？フィールドワークに来ていた私にあなたが話しかけてくれたの。ここへはどういう用事で来たんですかって。次に会ったのはあの神社だったよね。そこで自己紹介して。懐かしい。どうしてかしらね、不思議とあなたのことが印象に残っていて、その後もずっと頭から離れなかったの。僕もそうだったかもしれない。もしかしたら運命の出会いだったのかもって思ってた。ごめんなさい。こんなのずるいよね。みんなあなたが大好きなのに。あなたが誰を選んでも思うだけなら許されるかな。あ、中丸くん。僕優柔不断で、うん、本当にごめん。うん、でもそんなあなたが私は好きだよ。結局、僕が誰と結婚したかというと。旦那様、主様、弟くん、あなた、幸せにしてくださいね。 You stick with me till the end, and yeah.Don't forget to like the video and subscribe to my channel because I know you will forget to do that later. ああ、何やってんのよ、アキコくん邪魔。すいません。仕方ないじゃない。まだ始めたばっかりなんでしょ彼。よっしゃ、くたばれこいつ。あれ。オッケー、これでコンプッと。どうする、もう一狩りする？あ、ごめん、私そろそろ出なきゃ。まどか先輩、もう行っちゃうんですか？待ち合わせがあるのよ。あとは夏美とゆりえに任せてあるから、しっかりレベル上げしといてよ。はい。じゃ、また明日部活でね。秋彦くんだっけ？はい。それじゃあどこの狩り場行きましょうか？残念だけどさ、多分まどかこれからデートだよ。最近できたみたいよ、彼氏。やっぱり知らなかったんだ。もしかしてこのゲーム始めたのまどかちゃんに付き合うためだったとか？マジっすか。そうだ、こういう時は遊んじゃおう。パーッとやろう。
ね。おお、よく撮れてんじゃん。ねえ、この後どうしよっか。まだどっか行くんですか。当たり前じゃん、パーッとやろうって言ったでしょ。そうだ、うちのマンションにしよう。今日なら誰もいないしさ、誰もいないしさ、誰もいないしさ。しかし迂闊だったわ。あんたたちが年下まで守備範囲だったとはね。せーの、あーっきー。残念だけど、この後ひたすら走り込みの予定だから、今日はあっちの方期待できないわよ。大丈夫大丈夫、そういう時の方がかえってギンギンになるんだよ。要はタチャいいのよ、タチャ。楽しみ。